ソフトバンク王会長、山川反対、絶対取れ。資金力のあるソフトバンクはもともと山川獲得の本命とされていました。しかし暴行事件が報じられると、王貞治球団会長が女遊びにケチなやつはダメだと獲得に反対したのです。しかしチームはなりふり構っていられない状況にある。打撃面では大砲候補の山川の獲得で大型補強をするしかない。一時は懸念を示した王会長も一転して、交渉する以上は絶対に取れと発破をかけています。ケチとはやっぱ来たな。シュエット合格やソースあんのか。嫁子供がいるのに不倫することは良いのか。反対してた理由が斜め上すぎてくさ。女遊びなんてするな、じゃなくて女遊びをケチるな。女と揉めるのが表に出る前に腹みたいに、反射でも金でも何でも使って揉み消せって話よ。和製部の言い分もとっとと金積んで示談して報道でないようにしとけ。だったから似たようなもんやろ。プロに金払って綺麗に遊べって言いたいんやろ。スポーツ選手とか芸能人って隠すのが甘い。下手な差があるだけで多かれ少なかれみんな遊んでるでしょ。マジで本当はこんなことしたくなかった。再来や。王と中島は世間のイメージと現実が違いすぎる。福岡の倫理観どうなってんねん。山川今しめの FA 王貞女遊びにケチなやつはダメ。マジで登場人物全員何言ってんのか理解できないんだが。春頃は反対していたけど、シーズン成績があまりにひどかったから獲得路線になったんやろ。不起訴になっても結局はまだまだリスクある選手になっちゃうか。背に腹は変えられないからね、しゃあない。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。